撮れます。はい、時間かかるので貼ります。よろしくお願いします。なんか久しぶりな気がするんですけど。そうですか。動物シリーズ続いてるんですか。続けてます、はい、じゃあ動物シリーズ続いてるね、はいはいはい、じゃあ前回やったのは何ですか。復讐ケケとおやぎ、はい、あの猫ですね。そう、あとは定時猿ですね。豚だ、豚。豚ですね。じゃあ豚なんですけど、はい、じゃあその次何がよく出ますか。牛肉。そう、牛肉で。だったり鶏肉。そう、鶏肉だよ。だから、はい、まあ、肉になっちゃうんですね。まあ一応肉なんですけど、ちょっとね、これについてもね、ちょっと言いたいことがあって、はい、じゃあもうよく使う言葉をまず学びましょう。それで、うん、じゃあ牛ですね。牛。牛。牛は何かというと鶏。そう。コギ。そう。プルコギ。プルコギ。コギ。そう。そう。そうです、そう。簡単でしょ。そう。はい、そう。そうは牛ですね。牛。はい、ね、そう。牛ですね。はい、そう。あと、ここにコギってつくと、ソコギだと牛肉。牛肉ですね。じゃあ、あとはここ下に書いてるのは何かというと、ソンアジ。ソンアジ。ソンアジですよ。ソンアジ。ソンアジは何かというと、はい、なんかね、こう、なんだっけ、牛の赤ちゃん、うん、ね、をソンアジって言いますよ。ソンアジ。まあ、かわいい。そう、かわいい感じで、はい、ソンアジって言いますね。ソンアジ。小さい牛よね。ソンアジって言いますね。で、僕で今日なんかちょっと教えたいのは、はい、じゃあ、牛の鳴き声。もうもうでしょ。もうもう。もうもうパラダイス。そう、韓国語でもうもうって言うと、うん、ね、さっきもうもうって言うと、うん、何何なんですよ。もうもうっていう。あ、そう。何何なんですよ。へえ。もうって韓国で何なんで、もうもうって言うと何何なんですよ。で、韓国語で牛はなんて、牛はね、なんて鳴くかというと、うんめですよ。うんめー。うんめー。うんめー。これ日本語だとちょっと、うめーって。もうもう。え、もうもって泣かないでしょ。もうもう、もうもうって言わない。うめーの方が合ってるような気もする。そう、うめーでしょ。うめー、うん、うめーの方が。そう。で、感じで泣くんですね。じゃあ何、韓国のコマーシャルでは牛は、牛肉はうめーって言って。そうそう、うめーですね。牛肉はうめーって。焼肉屋のコマーシャルみたいな。いや、韓国人は、韓国の牛は大体こう黄色の牛ですね。黄色の牛。黄色の牛？そう、なんかちょっとこう、茶色。茶色の、そう、茶色の牛で、韓国では牛、牛肉は食べないんですよ。あ、なんか言ってますね。食べない理由は、もともと韓国の場合はこう、牛は家の家族、はいはい、家族だね。なんで、いつもこう、農業を手伝ってくれるし、はいはい、ね、まあ、すごいなんかこう、まあ、作業員みたいなね、はいはい、ね、仕事してくれるから、はい、で、それでもう家族みたいになっちゃって、あまりそれを殺して食べるのはちょっとね、はい、まあ、豚は別だね。豚はもう食べるよ、だから食べる。豚は仕事してくれないでしょ。確かに、あんまりしない。そう、いつもなんか食えるだけで、あと食えって言ってね。じゃあ豚とか鶏肉がメイン。まあ、牛、でも最近は食うでしょ。最近は最近はやっぱり食べるんだよね、うん、韓国牛はすごいなんか高く売れますよね。あんまりないから、うん、あ、そう、うん、ね、感じで、食わね。あれは、牛でもおっぱいの出る、あ、それは、そう、それは違うんでしょ。乳牛、そう、いい質問ですよ。乳層。そう、乳層。チョッソ。チョッソ。乳層と書いて。チョッソね、チョッソ。チョッソ。チョッソはチョッていうのはおっぱいなんですよ。へぇちょ、それ何？チョッソ。そ、え、おっぱいの意味もあるの？そう、胸の、胸の。そう、胸の胸でね。へぇじゃあ何？ちょっとか言うの？なんか。いや、それはなんかこう、あ、でもそれはチョっていうのは、なんか、まあ、そんな変な意味より、なんかお母さんのね。はい、変な意味はないの。なんかチョ、例えば、チョフェチとか、あ、そういうなんか胸が好きな人とかいるでしょ。それより逆にかっこいい。胸ってカスンって言うの、カスン。それ逆に胸って言いません、胸。それはおっぱいみたいな意味がある。いやいや、カスンが胸ですよ。で、ちょ、逆にチョっていうのはおっぱいなんだけど、あ、そう、飲む方。そうそうそう、なんかその、なんでいうか、お母さんの、なんか赤ちゃんがお母さんのなんかこう、母乳とか、そういう時にそのチョってね、うん、それはおんまチョって言うんですよ、それを、はいはい、お母さんの母乳って感じで。よく笑ってますね。いやいやいや、ちょっとね、はい、これ変な意味ないですよ。ちょっとでしょ。おっぱいって言いましたね、ここで。何ですか。まあ、牛のおっぱい。牛のおっぱいです。牛のおっぱいです。ちょっとですね。相当ちょっと。はい。って感じで、それはなんか日本と同じね。わかりました、ね、もう一度おさらい。じゃあ、そう。牛。そう。ちょっと。ちょっと。孫味。孫味。って感じで。かわいい。かわいいね。赤ちゃんの。そういう感じで、ちょっとね、いろんな動物の名前をちょっと覚えていきましょう。次の動物なんでしょう。次の次は何でしょう。アルマジロ。え、なんですかそれ。ちょっとやめましょう。じゃあそれで。ハリセンボン。